いはいはい、高いところのちょっと16キロとかちょっと下げたり、はいよ、あ、OK です、大丈夫です、じゃあぼちぼちやります。東京からの手紙。私の友よ、私の親愛なる心の兄よ、あなたとベルリンで初めて会った時のことを覚えています。一緒にぬるいビールを飲みましたね。お空場では一緒に昼食を食べました。パンは少し酸っぱい味がしたのを覚えています。私はいつの間にかあなたのユーモアと優しさから少しずつ離れていき、私が気づいた時はあなたはすでに遠くに行ってしまいました。ごめんなさい友よ、さようなら友よ。
Thank you.
7月のそばの下、あなたが向こう側へ歩いて行ってしまい、空から色が消えた。私は公園を通り抜け、すべての葉は灰色で、7月の空の下、私はそっと泣いた。あなたが向こう側へ歩いて行ってしまい、私の部屋から明かりが消えた。ゆっくりとあなたの石に触れ、そして私の手が冷たくなって、4月の空の下、あの夏はもう来ない。死ぬほど退屈で、覚えることは何もなくて、死ぬほど重いから私もそこに来た。7月の空の下。
元はスペインのレプロフィリアックというバンドとスプリット CD が出てですね、そちらにさっき出たあの時の田中さんがゲストボーカル参加してくれてるんで、ちょっと今日ねアナトミアと一緒にできたんで、田中さんにちょっと今回一曲歌ってもらおうと思ってゲストでお願いします。すぐ出ますかね、もう一回。ちょっとじゃあ、告知、来週群馬の高崎で、ライブやりますよ。でその後がちょっと決まってないんですけど、まあ、僕ら自称ボワードデスメタルといって活動して、まあ、こういう感じでやってるんで、よかったら音源、あと T シャツとかもあるんで、よかったら買ってください。声がつく。